市町田の道場破りシーズン2がスタートします。これから新たな道場破りをどんどんしていきたいと思いますんで、店員さん待ってるよ。ガチャシーズン2一発目ですよ。何が何でも勝ちに行きますからね。そしてシーズン1の同様ね、僕が勝った場合にはこちら町市町田ステッカーをその対戦ゲーム機にピタッと貼ります。そして万が一僕が負けた場合にはこのシーズン2のためにね、新調したタンクトップ切らせてあげますよ。今日の対戦相手の方をご紹介いたしましょう。この方です。はい、楽市ラボさん、スタッフの木戸と申します。木戸さん、はい、よろしく。よろしく。対戦ゲーム機の方を教えてください。はい、マリオ&ソニックリオオリンピックアーケードゲームとなっております。やばいっすね。はい、めっちゃでかくないですかこれ。最大4人でバトルができるんで、ズバリ体感型ゲーム機です。はい、ヒロさん、これ体を動かすゲーム機、つまり僕が勝つ、そういうことですよね。いや、私も本気で今日はやらせていただきますので。それではね、早速挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。